おはようございます。6月30日、6月最後の日であります。今日は本会議が会見長になりまして、初めて本会議がある日です。上がり法案の処理になります。農協法改正案については、佐々木貴博議員が討論を行います。もちろん私どもは農協法の改正案を民主党案として出しておりますが、民主党案については賛成をしますが、政府案については反対をいたします。なお賛成の他の法案は経済産業委員会からの貿易法保険法改正案、国土交通委員会からの特定船舶入港禁止承認案件であります。これについては賛成をいたします。次に安保特別委員会は明日2度目の参考人質疑を行うことになっております。3日金曜日は集中審議、6日月曜日、来週でありますが、地方参考人会と呼んで、沖縄県、埼玉県で行います。昨日の質疑を見ても、我が党の委員の質問に対して閣僚が的確に答弁をできない、立ち往生する、そういう場面が多々ありました。審議をやればやるほど新たな問題点が浮き彫りになってくる、こういう状況でございます。安保法案はご案内のとおり憲法違反の疑いの強い法案でありまして、全力を挙げて私どもは出し直せ、廃案を求めてまいりたいと思っております。次に安倍総理に近い若手議員による文化芸術懇話会の中で、沖縄県民の尊厳を踏みにじり、また報道機関を威圧する発言が相次いでおりました。それに対して安倍総理から未だ公式な謝罪の言葉がないのは極めて残念でございます。自民党は昨年の総選挙の際にもテレビ局に対して圧力をかけるような文章を送っておりましたり、今回のケースは初めてではないと私たちはそのように思います。特定秘密保護法等の制定、あるいは言論統制など戦前に回帰するかのごときですね、この動きが続いておることについて我々は極めて、危機感を持つし、国民の多くが不安を抱いておると、このように思っております。きちっと安倍総理もけじめをつけた方がいいと、このように考えております。こちらはこちらからは以上です。はい、それでは質問の方を聞きますので、からお願いします。はい、ありがとうございます。安保の関係で伺いたいんですけれども、現状6日までは委員会の日程が決まっていますが、政府・与党の方はもともと80時間から90時間という目安を立てて、この日程のあたりで、その目安の時間に達することになります。民主党としては廃案を求めていくということで、その後はどのように戦い方をしていくべきかというふうにしていきたいというふうに、現時点でお考えでしょうか。はい、そもそもですね、80時間というのは自民党が早々に打ち上げておられました。80時間の根拠なるものは全くですね、ないと私たちは思っております。したがってですね、これが一人歩きしてはいけません。とりわけですね、会期が95日間延長されました。これはですね、総理の口を借りればじっくり審議をすると、国民に説明を分かりやすくすると
ということですから、80時間という前提はですね、もう崩れた。私たちとしてはですね、しっかり国民に対してある程度の理解が深まる、そういう議論をすることが私たちの大きな役割だと思っております。10本のですね、法案を1本にして、2本の法案ということになっておりますが、これはですね、非常に分かりにくくなっております。したがってですね、普通ですね、一つの法案を審議をしていくケース、大体ですね、どんな法案でもね、2日はかかりますよ。それをですね、10本を1本にし、そして2つの法案っていう、そういうやり方ですから、普通考えたら11本の法案があるわけです。新しい法律も含めて。1つの法案を2日かけてもですね、大体22日くらいかかりますよ。22日ということは大体150時間ぐらいですよ。これでも私たちはあれですから、大体そもそも80時間というこの触れ込みがですね、いかにしても時間ありき、採決ありきって、もうこういうことだろうと思っておりますので、私たちとしては時間ありきではなく、やっぱり中身が大事だと思っておりますので、しっかり議論ができるように、要求をしていくことになろうと思います。与党側は80時間なり90時間を過ぎたら強行採決も許さない姿勢ですけれども、実際に強行で来た場合に、民主党としてはどのように対応されるでしょうか。これはですね、そんな憲法違反の濃厚な法案をですね、強行採決なんていうことは私はないと思っております。したがって、しっかり、多くの国民の声を聞きながら、問題点を明らかにする、国民がある程度理解をする、そういうことについてはですね、もう時間ありきではなくて、これからもそういう来週がどうだとか、そういう話じゃなくて、まだまだ審議をやっていくということに変わりはありません。昨日、維新の党からですね、安保関連法案の提案について提出方針の説明があったと思いますが、実際に提出された場合に民主党としてどのように対応されるかなと。昨日ですね、そういう独自案を作成するという現状の報告はあったようです。私は直接受けておりませんが、法案が出来上がり次第、正式な申し入れがあればですね、党として検討することになるであると思います。よろしいですか。